ティモシー・ピカリングは、アメリカ合衆国の軍人、政治家。ジョージ・ワシントン及びジョン・アダムズ大統領の下で1795年から1800年まで、国務長官を務めた。マサチューセッツ州セーラムで、ディーコン・ティモシーとメアリー・ウィンゲート・ピカリング夫妻の間に生まれた。9人兄弟の一人で、兄には、マサチューセッツ州下院議長を務めたジョン・ピカリングがいた。 ピカリングは、セーラムの学校に通い、1763年に、ハーバード大学を卒業した。セーラムの牧師、ウィリアム・ベントリーはピカリングについて、彼は若い頃から、町の人々から激しやすく強情であると言われていた。と綴っている。ハーバードを卒業した後、ピカリングは、セーラムに戻り町の初期を呼び、エセックス軍の同期官であるジョン・ヒギンソンの下で、 働き始めた。1768年に、マサチューセッツの放送会に認められ、1774年には、ヒギンソンの後を継いで党記官となった。その後間もなくセーラム代表として、マサチューセッツ州議会に選任され、エセックス軍裁判所の判事となる。1776年4月8日、彼は、セーラム出身のレベッカ・ホワイトと結婚した。 1766年1月、ピカリングはエセックス軍民兵の注意に任命された。3年後には大尉に昇進する。1769年にエセックスガゼット紙に兵士の訓練術を発表した。これらはまとめられ、1775年にアン・イージー・プラン・フォー・エーミリー社として出版された。 この本はフォンシュトイ弁ャ尺のアメリカ合衆国軍の規律と統制に関する規則に取って代わられるまで大陸軍の教則本として使用された。アメリカ独立戦争で独立を思考する愛国者に対して反対の立場を取った。しかし1777年にはジョージ・ワシントン将軍の申し入れを受け大陸軍の軍務局長として戦争の後半には 補給を指揮し、広く称賛された。彼は、ペンシルベニア州の開拓地に登記を行ったが二度、失敗した。一度目の失敗の後、ワシントン大統領はピカリングを、色恋族担当の最高責任者に任命し、続いて1791年には、郵政長官に任命した。彼は1795年まで郵政長官。 陸軍長官を1795年の短期間、国務長官を1795年から1800年まで務め、内閣に9年間在職した。フランスとの和解交渉に関してピカリングは、アダムズ大統領と抗論となり、1800年5月に国務長官を解任された。彼は、連邦党から1803年に、マサチューセッツ州代表の上院議員として、 選出された。1811年に上院選に落選するが、翌年下院議員に選出された。彼は同職を1816年まで務めた。ピカリングの議会経歴は、ニューイングランド脱退運動でのリーダーシップが最も有名である。ピカリングは1816年に再選されなかった後、あと、 セーレムに帰り1829年に死去するまで、農民として暮らした。ありがとうございます。